真瀬セ子は、日本の政治家、洋画家、栃木県の議長長、栃木県初の女性市長である、栃木県枯瀬山町を生まれ、5歳より、宇都宮市で育った、宇都宮大学教育学部附属小学校、宇都宮大学教育学部附属中学校、栃木県立宇都宮女子高等学校卒業、1968年3月、 東京芸術大学美術学部芸術学科卒業。同年にアタケ賞を受賞した。1974年、東京芸術大学大学院修士課程修了。1975年より、県立高等学校美術科の教師の職に就く。また洋画家として、これまでに個展を30回開催した。2002年12月、土曜美術者出版販売から共作で絵本を出版。 2001年から2008年3月まで、野木町公民館長を務めた。2008年6月24日、野木町発注の公共工事をめぐる、競売入札妨害事件に絡み、町長の長田元一町長が、指名停止処分中の建設会社の元社長に、現金1500万円を支払っていたことが発覚。長田は7月16日に辞職。これに伴って行われた、 町長選挙に立候補し無投票で初当選した。マナセは県内初の女性市長となった。ありがとうございます。